さあ、少し前の話をしようか。私は一人の男が現れた。血清を使った。私は？あと1分しかない。なんかそれっぽいこと話そうかなと思ったけど、全然無理でしたね。ということで、お注射タイム。お注射天使リリー。攻撃力3400。今時の遊戯王からすると攻撃力の3400。どのくらいのパワーなんだろうね。まあ、とりあえずね、エンドオブゾイやっていきます。ブルーホスピスございます。やってまいりましょう。ということで、ぜひ。せっかくなんでチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画最後までシコシコとご覧いただけたら嬉しいです。はい、ということでね、まあ、前回がノットアヒーローバイオハザード7のノットアヒーローをねやっていったんですけれども、まあなんかよくわからないうちにあれこんな淡白な内容だったっけっていう感じで終わっていったっていうところですね。だから結局コネクションとルーカスのつながりがよくわからないままに終わっちゃったっていう感じだったんですけどね。まあまあそんなことを言いつつ、あー結晶化してさなぎシーウイルスの前兆、逆か、シーウイルスの派生バージョンみたいな感じになってるけどね。まあ、ということで、エンドオブゾイやっていきます。で、何気初プレイなんですよね。ダウンロードコンテンツいろいろやってった中で、これ初プレイで、全くこう、ゲーム実況者さんの、こう、やってるところをですね、見ずに、こう、流し聞きだけするっていう、まあ、ラジオ関係で聞くってしかやったことないので、こんなオープニングだったんだっていうことすらも初めて見るっていうね。そんな感じなんですよね。だからこれ夜になっちゃってるけど、要は、あれだよね、本編が終わったその日の夜とかくらいに、今これやってるってことだよね。で、なんで、ね、家族は超豪邸に住んでんのに、こいつだけなんかよくわかんない川沿いのボロ小屋で住んでんだっていう話なんですけどね。一体何があったんだっていう。まあ、ということで、クリス・レッドフィールド以上の脳筋ゴリラパンチャーが出てきたということでね。これ服着てないよね。完全に裸だよね。おへそ見えてるし。あれ、二人いたのに一人殺したマジ。もうすでにその時点で犯罪者になっちゃってるけど大丈夫かな。よくない気がするよね。犯罪者第1号になっちゃってるけど。あんな武装兵に乗って、あらら。何が助けに来ただ。いや、本当に、これだって、いくつよ。ジャック・ベイカーが、ジャック・バウアーって言いそうでした。ジャック・ベイカーが、ですら50何歳ってことは、もう50後半から60歳くらいってことでしょ。まあ、この見た目的にそれっぽい感じはするけど、やばいよね。ほんと、ゴリスナム、え？入れ墨？あんたは分かっちゃいない！分かっちゃいない！うわ、やばい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 。その子を見ろ。あれパンってか、お前ちょっと待てよ、おい、ポンペンパンチしか使えないって聞いてるのに、ナイフ持ってんだって、それもナタ持ってんだったの、それ、おお、切ってない、ああ、つかで殴っただけ。なるほど、そう、急なぜ、やべえやべえやべえ、全然人の話聞こうとしねえ。ゴリスよりゴリラだ。それだけは絶対に許すわけにいかねえ。これやばすぎだろ、これ、いろいろ、バイアザードってやばいキャラ出てきてるけどさ、ここまで話通じないやばいやつ、初めてかもしんないぞ。やば。こいつはまだ死んでねえ。しかも、メイで大事、俺の大事なメイだとか言ってきながらさ、今度は急にこいつって言っちゃってるし、ゾイはじゃないんで、こいつはって言っちゃってんだよね。薬がある。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃない。本当だ。話全然通じてねえ。こいつ人の話聞く気がねえ。嘘をつくんじゃねえって。もうダメだこいつ、本当に脳筋だ。もう頭の中までの筋肉でできてるよ、もう完全に。やばー。もう暴力でしか解決できないやつじゃん、もう。嫌やわ、こいつ使ってくの。もう左パンチ、左ストレート、右ストレート、あ、左ストレート、右フックみたいな感じ。薬もそこだって、あ、もう拳しか選べない。やばすぎるやろ、こいつ。今まで見た中で一番ぶっ飛んでるかもしんない。化け物との思う。え、なに？なんかいろいろあるな。なんかストレートでノックアウトとか言ってるけど、え、そんなことできんのかな？背後から忍び寄れば。意外とちゃんと、あ、でもちゃんとあれだね。物を書く力はあるんだな。なんでカビが置いてあるのかよくわかんない。ジャック家と比べると、ここの、あれだね、ワニ寮から森で妙な連中、最近飛び回ってる。でなきゃ大学のインテリでもか、外国のテロリストか、まあ、どっちもって感じだよね。いやー、冒頭からぶっ飛んでんな、これ。おもろそう。果たしてどうなるかっすよ、本当に。
なんかちょっとエロいよね。服じゃなくても、もはやカビでこうなってるってだけだもんね。だーって。これ生きてる？もはや死んでそうな気がするけど。で、いろいろと、まずは、いそいそと、こうちょっと、なぞらえていきながら、あ、いきなり、セーブポイントと、アイテムボックス。アイテムボックス、とりあえず、こいつはいらないから、もう預けて、ここ、ゲイ。ふえふえティーティーあちょ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 左の方がちょっと重いのかな。よし、進んでいこう。ん？木を向く。あ、これがあれか、芋虫食うってやつか。なるほどな。はい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 。あれ？いやー、なんかもう完全に芋虫の血液からにじみ出した薬液って感じするけど。ムカデ。あ、そう、ムカデも食うんだよな。ムカデって食えんの、そもそも。わかんない。まあ、異国の地なんでね。あ、出てきた。この黒カビクソ野郎が、うら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 、素手で十分。あのさ、素手で十分。あーはー、腕を踏んだはずなのになぜ首まで吹っ飛んでってる。どんな破壊力。やばー。いや、これは、こうなんか、格ゲーやな、もはやな。サバイバルホラーもヘッタクレもねえわ。いや、あ、いるいるいる。あ、二人いるね。うら、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 あ、いててててててて、お前この野郎、味方越しにすり抜けて攻撃してきてんじゃねえぞ、おら。ゴリラパンチ、ゴリラパンチ、パンチゴリラ。あ、起き上がってきてるし、うら、うら。甘いわ、身のこなし。本当に60代、50代、60代の身のこなしか？やべえ。気持ちいいけど、接近戦は大の苦手なんだよな。なんか拾えないかな？無理か。なんか拾えるのはないか。もう、お前たちなんか素手で十分だってことは何かしらの武器を使うぜっていうことをなんか宣言してる感じがするよね。果たして何をやるのか。うん。いやー、楽しみだなー。今後行って何が待ち受けてる？ムカデ。再びムカデ。お邪魔します。うわー、暗い。慎重に、慎重に。うわー、もう溶けてる。白骨化してるじゃん。早くない？白骨化すんの。白骨、下になるの？うおー。なんか角栓から出てくる油みたいな感じ、ニュルッとしてる。あれ無理やり押し出すと皮膚に良くないらしいっすね。時々やっちゃうんだけどさ、あれ気持ちいいから、ニキビとか。おお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 お、反撃の隙は与えない。あちょ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 、銃で撃っていく波にこう削れていってんだよな。えぐ。あーすごい。ふれ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 、よし倒れた。うら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 。もう今クリックでやってるけど、すごい多分これ今隣の部屋にカチャ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 響いてるだろう。まあ僕、俺が喋ってるから関係ない。ガーラー、起き上がってくんじゃねえよ。ゴーンプレイ、イエス。いるか他にも。ムニ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 動いてるだけやな。大丈夫そうや。よし、じゃあ帰るか。帰り道まだもうちょっと出てくる。これどのくらいのストーリーなんだろうな。よくわかんない。本当に初めてプレイするからな。何が起こるか全然わかってないっす。よし。じゃあ戻っていきやしょう。え、燃えてるんじゃん。やばい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 。けどトイレチェック。特になし。いやはや、燃えとる燃えとる。ちょ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 。とりあえず。あれちょっと移動してる。いけない。刺すのね。ちょっとお前、さっきさ、薬、嘘つくな、この野郎って言ってたのにさ。しかもそれ何の薬か分かってないのに刺して大丈夫ですか？いや、まあ俺は分かってんだけど、ジャックだっけに関して、ジャックじゃねえや、ジョーだ。ジョーに関してお前それが一体何なのかってのは確実に分かってないと思うんだけど、大丈夫かな？いや、なんか嫌な予感がするぞ。めっちゃ燃えてる。もっと薬がいる。初めから言えよ。一個しかねえじゃん。ダメだって。おお、めっちゃ燃えてる。俺を海外に連れてってやる。頼む。頼むよ。
やえい、なんかすごいご褒美プレイだ。おおおおおお、ムカデいっぱい入って、え、あ、なんか誰かに連れてかれてる。あら、あらら、なんで、まあ、とりあえずちょっとゾイを持っていかなきゃいけないよね。じゃあゾイを連れて逃げ出そう。よし、んだ、うおーっと、なんだおめえさんはよ、気持ち悪い。なんか出てきた、上、逃げろ逃げろ逃げろ、よいしょっと。んで、ほいほい、めっちゃ燃えてる。あそこ、え、でもさっきさ、そこ変なやつ出てきたけど大丈夫、大丈夫なんだね。怖いものないんだね、ジョーね。脳筋になれば怖いものなどなくなるのですっていう、そういうあれなんだろうな、きっとな。いやー、やばいな、こいつは、マジで。本当に危ないやつだったね。まさかここまでぶっ飛んだゲームだったと思わなかったっすわ。ひえー、くそったれめが、まあ、面白いよね、そのくらいやった方が。さてさて、どこまで進んでいくのか。あ、なんかエロい、さっきのエロ太ももできるし、野営地に薬があるって言ってたな。野営地、あ、戻っていく視線を動かしたけど戻っていくってことは、やっぱジョーも実のメイとはいえそっちの毛があるんすね。うぅエロい、つまりこんな壁作りやがった地元で起こっていること知らなさすぎるやろ。なんかこう微妙にさ、あのスーパー潰れたとかさ、あっちにあった飲食店がいつの間にか別のものに変わってるとかだったらわかるけどさ、こんな大型なものがあったらさすがに気づくやろもう本当に自分の世界が広すぎるな、こいつやばーやばしか言ってへん、この今回。いやー、面白いわー。どうなるかだよね。まあ、サクッとクリアできるゲームだったらいいんだけどね。さてさて、じゃあ抱えて。なんか、こうなった時のゾイ、かわいいな。なんか、素のゾイ、あんまかわいいって思わなかったけど。やっぱ、寝てる時って、みんな、天使だよね。さてさて。で、これはなんか、道沿いに沿って、おっぱい、ちょっとおっぱい、おっぱい、あ、なんか今若干プルンとしなかった、プルンね。え、だってこれ仮に治ったとしたらさ、要は服着てないから全部丸見えになっちゃうね。ワニに変わってる時間はね、あ、このワニって確かやばいんじゃなかったっけ、なんか一撃必殺雨あられのやつじゃなかったっけか、あれ気のせい、なんか確かやばいやつだった気がする。あんまり覚えてないけどな。よし、おおおおおおお、あいつに食われたらやばいんじゃないか、確か。ここで待ってろ。オッケー、よし、じゃあここでおねんねしといてくださーい。次に見つけてきてやるからな。おじちゃんが仕官してあげるけどに。さてさて、あ、セーブポイントある。そろそろじゃあ、なんか区切りが良さそうなポイントまで来たんで、一旦終わりにしようか。この先、ワニいたもんな。ワニ。でもワニ消えたな。ああ、いる。もうちょっとだけ進めてみようか。ドゥルンドゥルン、ドゥルン、ドゥルンドゥルン、おらん！いやいや、おかしいやろ、もはや。もはや、首、えぐ、さすがですね、さすが脳筋。いるね。よし。で、近寄っていっ、あー、ちょ、パンチしちゃって、パンチ。うらうら。踏みつけた。オッケー。んで、あ、なんだ、痛い。あ、おめえさんも出てくる、痛い、強っ。いって、うわー、マジかー。早速、ワンキル。まあ、区切りがいいんで、この辺りでいいんじゃないですか。
ということでね、ぶっ飛んだ脳筋ゴリラパンチャーの物語をこの先見たいという方は、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もまたお楽しみいただけたらというふうに思います。まさかのこっからですか。はい。ということで、この先一体どんな物語が待ち受けているのか、初実験やっぱ楽しいっすね。うん。では、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。